しのぶとなるみの独舌アメリカンライフ。この番組はアメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、17で留学、アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが、日本とアメリカの生活を独舌に切っていく番組です。週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーや、オンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなく、しのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関しては docame.com、 そしてその他 SNS は概要欄をチェックしてみてください。はい、皆さんお疲れ様です。ということで、お疲れ様です。はい、私のつぶやきなんですが、はい、まず一つはやっぱりなって思ったこと、すみません、2つあるんですけど、うんうん、私好きなポッドキャスト番組がありまして、うん、ポッドキャスト番組と YouTube 番組で、うん、The Colin & Semia って前にも言ったことがあるんですけど、うん、クリエイターエコノミーっていうこの、うん、まあ、クリエイトする仕事をやっている人を中心のエコノミー経済を特に、うん、掘り下げて喋っている番組なんですけど、だから、うん、まあ篠さんもそうですけど、私もそうですけど、ポッドキャスターとしてやってたりとか、YouTuber としてやってたりとかってなってくると、うん、かなり、まあ、有益な情報だったりって、もっと成功してる人たちの話を聞けるんで、私はすごく、うん、好きで、まあ、聞いてるんですけど、うん、ただその話の中で一人今すごいこうすごく盛り上がってきてるクリエイターが一人いらっしゃいまして、その人がなんか、うん、彼が売れるまでに、うん、10年かかったんだったかな、この YouTube で食べていけるまでに本当にすごい時間がかかったっていう話をしていて、うんうん、でこのコーレナのスミヤさんたちも、うん、こういうプラットフォームで成功するには、うん、少なくとも、まあ、5年から10年無利益の活動を続けられるかにかかってくると思うって、うん、まあそれは TikTok でバズる、うん、若い子たちは別として、すごい例外として、うん、それを無償で続けられるかっていうのが、うん、キーなんだと思うって話をしていて、でやっぱりこう YouTube とかでアメリカとかはキャリアを積んでる人たちはみんな本当に高校生からやってました、中学生からやってましたって人がすごく多くて、で特に私たちも始めたのが6年前からずっと始めて、やっぱここまで頑張ってくるにはすごい長い期間かかったじゃないですか。うん、うん、だから52週間かける52週間かける7回。そうそうそう、だからこうやっぱパッションがないと続かないよね、うん、みたいな話になってて、まあ、本人がやるのに対して喋るのも楽しいとか、自分これをやっていて、うんね、楽しいからつながってるって感じ、はいよね、まさにその通りじゃないですか、うん、やっぱこう、うん、このそれがなんかこう苦しかったわけでは全く持ってない、苦しくはない、はい、うん、私は後ろさんと喋れてるだけで別にいいんですけど、うんうん、ただその苦しくはなかった、はい、ずっと続けられるか否かが問題なんじゃないかっていう話をしていて、確かに、うん、そうだね、何事も継続だもんね、うん、はい、なんか理解できるなと思って、私たちの下積みもそうですけど、うん、まあ、うんうん、下積みというよりか、まあ、上積みではないけどね、上積みでもない、まだ下積んでる、うん、下積みからやっと中積みぐらいにいってきてるかな、中積みみたいな感じよね。まあ確かに、確かに、でもそうなんですけど、ありがたい、皆さんが聞いてくれるのがありがたい、本当にありがとうございます。だから6年間ずっとね、うん、聞いてくれてる方もいらっしゃいますし、うん、まあ、最近聞かれてる方もいらっしゃいます、本当にありがとうございますって、このね、ずん長い間ボロボロの本当にありがとうございます。です、はい、このような、ね、うんうん、なんかこう旗から見るとね、なんかすぐポーンってサクシードしたみたいにやっぱ見えますけど、やっぱこう下積みがあるんだな、このすごい有名な YouTuber さんもっては思ったっていう瞬間がまず一つ、うん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 、でもう一つは前回私たちが質問に答えたと思うんですけど、前回っていうのは1週間前のエピソードで、うんうん、あ、その通りです。答えた時に、うん、モラハラ気質の、まあ、彼氏、9ヶ月付き合ってる彼氏と別れるか否か、はい、の質問に対して、うん、皆さんからのフィードバックがとても確かになって思って、はい、心に刺さるものがあったので、うん、ぜひ、まあ、この方が聞いていらっしゃるかわからないんですけど、うん、ぜひ補足として聞いていただけたらなと思う、うん、コメントがありました。その どの方がその相談をしてくれた彼女が、それともフィードバックを書いた彼女が、
や違います、この相談をしてくれた彼女が私たちの意見は、うん、まあ今の状況でしのさんが愛しているんだったら、うん、努力この彼が変わる努力をするんだったらっていう話だったと思うんですけど、確かに私たちの立場では別れろ何々しろってのは言えないっていうのは正直なところではあるとは思うんですが、私たちの意見だけじゃなくて他の人の意見もぜひ受け聞いていただけたらなと思いましたので、コメントを読ませていただきたいなと思います。はい、YouTube に来たコメントでマカルーンさんからのコメントなんですけど、モラハラ気質の彼と早く別れた方がいいですと、元彼がモラハラで本当に神経すり減らされましたと、話し合いができない人との関係は改善しません、まず歩み寄る気持ちがありませんからね、自分が正しいと思っているので、ただ自分の意見を言っているだけなのに、モラハラの人は攻撃されていると感じるので大声でまくし立てて威嚇してきますと、あなたを責めてるんじゃなくて私はこう感じてこう思っている、それだけを伝えたいのに火に油を注ぐだけで、さらに大声でまくし立ててきます、物には当たらない人でしたが発言のチャンスすら与えられず、お前は俺の言うことだけを聞いていればいいが口癖でしたね、自分の言うことを聞いてほしいならロボットと一緒にいれば私は無理ですと言って別れました。全くその通り、全くその通りですね。はい、はいはい、ないしは結婚するなと、一人でいろと。ああそうですね、この彼に対してね、今はお互いを尊重し合うパートナーで幸せです、本当に心から別れてよかったと思います、相談者も一人に、執着せずに別れてストレスなく過ごした方が健康的にもメンタル的にもいいと思います、おっしゃる通りだね、17ライク、はい、来ておりました。で後悔がないように別れるのはいいね、そうですね、その通りです。多分好きだと私たちもそうでしたけど、やっぱ残っちゃうからね、見えない、見えないし、自分たち、まあ、私たちの性格だから特にだと思うんですけど、自分が納得しないと別れられないと思うんですよ、自分が、そうね、もう終わりって思わないと、私もね、付き合ってた3年付き合ってた彼、終わりと思ってても引きずったんで、そうなんだよね、だから、で、あとさ一個それの話をさアンディとしたわけ、はい、あ、はいはい、どうでした？したらさ、やっぱりなんかちょっと面白い、アンディはアンディなりの意見があったけど、ああ、ストレートで分かりやすいと思ったんだけどね、で、まあ私はこういう相談を受けてねって言って、この彼女に、まあちょっとまだほら気持ちがあるんだったらなんかこうカウンセリングを受けてみるとか、彼がなんか少しでも直そうみたいな努力をしてくれるんだったら、もう少し一緒にいたってね、努力したっていいんじゃない、若いんだからみたいなこと言ったの、20代前半だしみたいな、はい、そしたらアンディは聞きながら、俺は全く反対だなっていうの、だから、なんでって言ったら、もしこの相談してる彼女、まあ、20歳前半ってことはもう私とさ、アンディの子供みたいなもんなわけじゃん、年齢的には。まあ一応彼女の場合38とかでしたけどね。あ、そうだったっけ、はい、結構じゃあ年齢はあれと ごちゃごちゃになってるかもしれない。その次の方、同性の方が26歳で、はい、モラハラの方が38くらいだったと思う、男性が少し40代、だったと思います。そっかそっか、まあその時私アンディには20代の子って言ってたんだけど、まあ多分年齢はそんな関係ないと思うけど、はい、じゃあもし、ね、自分の娘がね、お父さんって実家に帰ってきて、実は私のね付き合ってる人がねこんなことを私に言うのって言ったら、もう一発で別れろと言うと。あ、まあ確かにその通りだ。で一発で別れろと言う、なぜかというと、それをね、誰に物言ってるんだと。でその娘に対して、お前はねと、お父さんが0歳で生まれた頃からこんなに大事にして育ててきた娘なのに、そんなことを言う輩に、お前はもう、まあ、価値が高すぎるって言って、そんな男はもうチャンスをあげるなと。なんだと思ってるんだと、うちの娘を。で、なんかね、それ聞いた時に、あ、そういう意見って言ってくれると、こう、あ、自分大事にしなきゃなって思うじゃん、まず。確かにその通りだ、だから、あ、そうだよね、お父さんお母さんこんなに大事に育ててくれた私に対して、シャッターファックアップとか、いや、そんなこと私言われる身分じゃないよねみたいな、なんかこう、いろんな意見があるから、そうだよね、頑張んなきゃいけないよねって思う気持ちも一理あるんだけど、頑張んなきゃいけないよねっていうのは別に自分を殺しさなきゃいけないっていうんではなくて、確かに第一にセルフラブがあって、で自分がそう彼に
歩み寄ることで少しでも幸せを感じるならやればいいんだけど、確かに自分がこう犠牲になって我慢してなってくるとなんか違ってくるんだろうなっていう風に、なんかそのアンディの意見を聞いて、いやそんなことを自分の娘が言われてたら、うん、もう1秒で別れろって言うよみたいな。そうですよね、正しいと思います。だから私がそういう意見も必要だよね。はい、謝罪したいなと思ったのは、私がコメントしたこの怒りの表現の仕方は国によっては違うっていうこの話をしたと思うんですけど、うん、母に言われたのは、私たち日本人なのでこの日本人としてどう捉えるかっていうのにフォーカスをした場合、うん、それは論点が違うって言われたんです、母には。だから自分の日本人というアイデンティティを大事にするべきだっていう、うん、っていうので、だそう、それが傷つけられてるって彼女がもう感じてる時点で、もうすでに、うん、それを尊重してじゃあどうしていくかっていうのを考えるべきなんじゃないかって母に指摘を受けて、うん、でもコメント欄にも書かれてあって、本当にその通りだなと思って、うんうん、大変申し訳ないけど、それを違うようにね、私は、うん、いろんな家庭をまあ幸いなことに見られる機会がすごく多かったので、うん、20代に、うんうん、で自分の母親と父親の家庭って本当に喧嘩とかって罵倒する関係ではなかったので、初めてホストファミリーにいた時にすごい罵倒してるのを見て、最初はなんかありえないって思ったけれども、うん、意外にアメリカって結構言う、うん、言いたいことを言う、うんうんうん、普通にね、あ、怒りの、うん、あ、そうなんですよ、これが別に白人だからでもなく黒人であってもまあ言ったりするので、うん、あ、私のところがそうだっただけで怒りの表現違うんだって学んだことを、うん、違う、はい、リファレンスしたかったんですけど、うん、ただそれがこう、うん、もうそのこの時点で彼女の、うん、まあ、場合モラハラじゃないですか、うん、シャッターファックアップって言った後に I am the man って言われること自体もうモラハラだから、それは安易に問われてはいけないんじゃないかっていう指摘は本当にその通りだなと思って、うんうん、確かに確かに、そこはもうちょっと犯罪だからね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、だから、うん、まあ、その、ね、質問者さんがどうこれから対応していくかは質問者さんの、うん、まあ、人生なので、私たちがこうした方がいい、ああした方がいいっていう権利はないですけど、うん、確かにね、ただ、まあ、みんなの意見はこうなので、まあ、はい、もしね自分がこうしたいああしたいっていうのはやっぱサンプルがね多い方が、うん、決断をしやすいので、一つの過去だけにとらわれてたら一個の答えしか出ないけれども、うん、やっぱいろんな人の意見を入れると、あ、うん、冷静になって考えられるのかなと思いました。そうね、でも軸はやっぱり自分でね、うん、そうです、そうです、たとえその時に間違った決断っていうか、うん、まあね、周りがねやめた方がいいよって言っても、うん、私もそのやめた方がいいよっていう人と一緒にいましたから、ずっと聞かなかったからアルミちゃんもそうだけど、そうそうそう、だから自分で腑に落ちるまで間違いは犯すんですよ。でもいいんです、間違いを犯さないと成長できないので、うん、うん、もちろん自分を軸で考えて自分がいいと思えばもうそれでいいんです、うん、本当にその、ただ傷つくことは覚悟した上であればね、自分でね、そうですね、うん、それは責任が取れる、自分が責任が取れるっていうんであれば、好きならこう相手が変わりたいと思って変わって、うん、セラピーにも行くって言ってくれて変わっていこうってもう意思があるんだったら、シロさんが言ったみたいに、うん、セラピーをしても、ちなみにジェイコバはそう言ってました、それと同じ意見、うん、そうだね、うん、愛してるんだったら人は変われるっていう前提のもと、うん、セラピーに行くっていうことを僕は言ったことは、ね、ジェイコバのサイドは言ってました。まあ、少なかれ多かれみんなにリレータブルなトピックだと思うよ。モラハラまではいかないにしても、そうそうそう、やっぱコミュニケーションのトラブルだよね、うん、これね、うんうん、だから大変それをね聞いて不快に思った方は大変申し訳なかったなと思います、うん、私のコメントに対して、うん、はい、いやいやいや、まあそれはね、なるみちゃんに全くの悪気は全くなかったので、一意見、意見として、うん、はい、うん、でした、以上でした、うん、ありがとうございます。はい、まあ、こういうなんかね、みんながこう、うん、真剣にこう意見をこうディスカッションできるようなトピックっていうのはすごくこう健康的でいいよね、いろんな人の意見が聞けるので、私たちも全然まだ未熟なので、そうなんです、皆さんの意見を聞きながら、ほう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 って思ってますんで、日々、うんうん、はい、プラスね、こうやってみんなでディスカッスすることによって、うん、この本当に今彼女みたいに自分も悩んでる方も、うん、そうだね、いろんな人の意見が聞けて、
うん、私もこのポッドキャストを聞いてたら別れようって思ってたかもしれない。いや間違いない間違いない。自分がその状況にいてこのポッドキャストがあったらアメリカンライフがあったら私は絶対質問に聞いてます。別れた方がいいですか、これレッドフラッグですかって聞いてます。そうなんです、私も同じこと、多分絶対にレッドフラッグですって言われちゃうと思う。私もこの彼女の話を聞いてレッドフラグだなと 思いましたし、うんうん、はい、本当に翔さんが言ったように自分軸で考えていくべきだなと。もう自分の人生だからね、ボトムライン、はい、うん、誰の人生でもないんです。これからもどしどし皆さんの意見を求めていますし、はい、質問も求めていますので、うん、このフリースペースなので、はい、何ですか、あの、うん、何ですか、フリースペースなのか、セーフスペースなので、セーフハウス、はいはい、セーフハウス、セーフスペースなので、うん、ぜひあの思ったことを共有できていただけたらなと思います、うん、これからもよろしくお願いします、うんうん、そうですね、はい、以上でした、はい、本当によろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、で私のつぶやきはあのちょっと考えながらちょっと変えてったんですけど、はいはい、あのこの前、まあ、学校が始まったんですよね。このポッドキャストがオンエアされるのが19日の月曜日じゃないですか。で、ちょうどだからこの12日、1週間前の月曜日に、うん、まあ、私がいるところ の学校地区は夏休みが、まあ、長い長い夏休みが終わって学校に戻ったわけですよ、うん、皆さん。はい、で、うん、まあ、そのことをお話ししようと思ったんですが、あのその前に、うちの家ってちょっとした恒例行事があって、はい、で、あの学校に戻る前に必ず、うん、あのウォーターパークに行くんですよ。そうですよね、うん、覚えてます、うん、なぜかわからないんだけど、うん、なんか夏の締めくくりにはウォーターパークであのウォータースライドでキャーって言って、はい、はい、夏休み終わったみたいな感じなの。それで、いいですね。だから今年もその、うん、学校が始まるちょうどその前の週末に行ってきたわけですよ、うん、でそこでね、ちょっとあの面白いというか私の中ではちょっと面白かったのでシェアなんですけど、うん、あの白人のお母さんと白人のお父さんとちょうどね、うん、4歳ぐらいじゃないかな、5歳は行ってないと思うんだよな、4歳5歳ぐらいの幼稚園ぐらいの男の子がいて、うん、で、まあ、3人とも白人さんなわけですよ、はい、で、あの彼がね乗りたいもの、うん、ある一定のところにあの私たちは並んでて、で彼らも並んでて、うん、でそのスライドにね、で、うん、そこがこうちょっとメンテナンス中で止まったんですよ一旦、うん、ちょっとメンテナンス中ですみたいな、入れませんってなったので、それがなんか分かんないけどその週末は結構頻繁にいろんなところであって、はい、なんかこう事情を話すとライフガードがちょっと人手不足で、あのライフガードのこう配置替えが始まる、まあ、休憩に行かなきゃいけないとかあるじゃない、はい、うん、そうするともうライドを止めるしかないのよね、誰もいないから、ライフガードが、うん、でそんなんでちょこ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 なんかこう、あらまたここも休憩、あらまたのここも休憩って感じだったのその日は、はいはい、うん、でまあちょっとイライラはするんだけどこっちとしてはね、うん、まあでもそれ以外にすることもあるんだけど、だからそこの私の目の前にいたその3人 あの家族の息子くんがこう、うん、ダダをこね始めて、ダダというか思いっきり怒り始めたの、うん、すごく、はい、うんうん、何なんだこのウォーターパークはみたいな感じ、うんうん、でなんかどこ行ってもあそこもそうだった、このライドもそうだった、でこのライドも僕は入れないじゃないかみたいな感じで、うん、すごいこう怒ってるの、こうやってもう二の腕組んで、はいはい、で I'm mad みたいな感じなの、あアピールしてます、ね、I don't wanna wait anymore I wanna ride it right now みたいな感じなの、あ、うん、で最初お父さんとお母さんもそんなこと言わないでしょうがないじゃないみたいなことを一生懸命こう諭してるんだよね、うんうん、でその男の子がもう帰るって言ったの、 I'm going home、うん、って言ったのね、うんうん、その時に帰れば、うん、と思ったの、思いましたね、うん、お前帰れるのか自分で、確かに。で見ながらあんまりたくさん見ちゃいけないけど、どう、うん、どうこの息子のこのメルトダウンをこの、うん、あのお父さんとお母さんはこうなだめるんだろうと思って、どう、うんうん、どういうふうに片付けるんだろうと思って、うん、どうするんだろう、で I'm going home って言ってスタスタちょっと歩くわけよ、うん、遠くの方に、はい、うん、でお父さんはさ、まあ、まだ 4、5 歳だからまだちっちゃいわけよね、うん、なんかお父さんは、うん、ヘイヘイヘイって言ってこう、あの言っちゃダメだドンゴーって言うんだけど、でドンゴーって言ってお父さんはこうちょっと後ろから背負っていってこう 手と肩をこう引っ張ってこっちに連れてきたわけよね、う
うん、で連れてこられたんだけど、まあ、その列にでなんだけど、うん、でその時にお母さんがレッスンって言ってちょっとちゃんと聞いてと、うん、であのそのうちねちょっと待ったら開くからまだ11時でしょ、うん、ってこれからこのパークは6時まで開いてるから、うんね、あと5時間も6時間もあるのよってでちょっと待ちましょうってこうナイスに言ったわけ、うんうん、でもその子は聞かず No I don't like it I wanna go home って言ってまたスタスタスタって歩き始めたの、うん、散歩ぐらい、うんうん、そしたらそこでお母さんが切れて、うん、Okay then I'm going home too って言ったのね。お母さんがその切れ方が、うん、なんていうの子供にほらちょっと脅かす感じで、あじゃあもういいよ、はいはい、お母さんも帰るじゃあ帰ろみたいな風に言うと、本当は子供は帰りたくて言ってるわけじゃなくて、うん、ただただ怒りを表現して帰るって言ってるだけだとしたら、うん、え帰りたくないなるじゃん息子は。そうですね確かに、うん、でそういう意図でのお母さんがじゃあ私お母さんも帰るからって言うんじゃなくて、うん、お母さんが 100% 真剣にこのスローフィットっていうの英語でなんていうの、はいはい、日本語で、うん、あのなんていうんですか、お母さんがメルトダウンを、うん、お母さんがメルトダウンを始めたわけよ、うんうん、もうこの息子に加減にしてみたいな感じで、はいはい、もう、うん、あのお母さんもじゃあ帰るみたいな感じなの。そのだからそのシチュエーションをなだめようとする意図での戦略ではなくて、もうお母さんが帰るって言って、はい、帰ろうとし始めたわけよお母さんが、うんうんうん、実際にしたらさ、はい、お父さんがさこっち行ったらいいか、うん、こっち行ったらいいかじゃん、もうあー大変でもちろんお父さんは子供が歩いていくのは危ないから子供を まず止めに行くじゃないスタスタと、うんうん、あの危ないから行っちゃダメだよみたいな感じで、うん、したらさそうしてる間にお母さんがもう見向きもせずトコ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 向こうの方に行っちゃって、もうお母さん、はいはい、プリ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 しちゃってめっちゃ帰りたいんだお母さん、もうお母さん帰る、もう真剣に帰るわけよお母さんは、うんうん、そんでそのお父さんはその息子くんを列に戻して、はい、でその瞬間から息子くんと息子くんなんか普通になっちゃって、あら、うん、でお父さんと息子くんはずっと列にいたのよ、何も言わず、でそんなことしてる間にこうオープンしてそのライドが、うんうんうん、でえおあれお母さんお父さんお母さんどうするの、うんうん、って思って、うん、で、うん、普通にあライドオープンしたって言って息子はもうなんか現金な形でイエーイってなって、はいはい、レッツゴーダーディーみたいになって、まあ5歳ですよね、でお父さんもあの、うん、よかったね待っといてレッツゴーみたいな感じで、あこのまま乗るんだお父さんってでお母さんフォローはないんだ、お母さん何一人でプンプン怒ってるけど誰もお母さんのフォローはいかないんだお父さん、確かに確かに、でうちらそのすぐ後ろだからで、うん、彼らがブーンって乗った後うちらもブーンって乗って、うんで、うん、乗り終わった後にそのプールがこう流れるプールにつながってるのよね、はいはい、で、うん、そのまんまうちらはこう流れるプールにこう延長線でパカ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 浮いてた、うんうん、で一周ぐらいしたかなっていう時にその家族が、うん、あの今度は3人でプカプカ仲良く泳いでたの流れるプールで、おーほー、うん、であ仲直りしたんだと思ったのね、うんうん、でまあなんだかんだ言ってお母さんもあの元に戻って、うん、でお父さんはそのお母さんの行動もよくわかってるから、うん、まあこんな風にお母さんは言うけどきっと彼女はあそこで待ってるだろうみたいな感じで、はい、あの息子だけ連れて行ったんだなって思ったわけで、うん、まあまあ家族はいろいろあるわと思って、うん、で流れるプール行った後にこの波のプールっていうのがあるの、ウェーブだけが来る、うん、なんか海みたいな感じ、うん、はいはい、大きなプールでただただこうバサンバサンって波があるようなところ、そこに行ったことあります、そこに行ったらまた同じ状況の、うん、その家族にだから3回出かしただけうちら、はあ、すごいなんか縁があるんだねこの家族にって思ったんだけど、うん、でショーンが、うん、まあまあルークルークあの家族だよって言って、うんうん、でなんでショーンが分かったかって言ったらその男の子がまた機嫌を損ねて、はい、あのその波の多分ね奥までは行っちゃいけない溺れるよって言ってるのに奥まで行くわけよその男の子が、だからそれでまた喧嘩になって男の子が帰るって言ってるの、デジャブ I'm going home
もう僕は帰る、うん、I'm going home って言って、そしたらまたお母さんもそれに向かってこう手を上に上げて、うん、Fine, go home みたいな感じなの、うん、でこれね思ったんだけど、うん、このその場をもう放棄するやり方、はい、もう知らない、もう部屋、うん、もう部屋戻るとかご飯食べないとか、うん、そういう放棄するやり方を、うん、この息子はきっとお母さんから学んだんだなって思ったの。あ、うわ、確かにその通りです。なんとなくこの3回のこの遭遇を見て、うん、そうですね、だって息子切れてる、おかん切れてる、でおかんもどっか行っちゃうから本当に、うん、でその息子もこの波のプールで、でお母さんもまた切れててって、で、うん、パッてお父さんの顔を見たら、もうお父さんはもうなんかちょっとゾーンアウト系、うん、あ、もうどうしようこの息子とこの奥さんみたいな感じ。そうですね、うん、だからなんかお父さん見てて、あ、お父さんもイネイブラだなって思ったのね、うん、あ、やらせてあげてるからね、うん、そうだから全部がすごくバッドサイクル、うん、確かに確かに、うん、で誰もこう誰もこうなんていうの、オーソリティがいないっていうの。ああ、はいはいはい、うん、お父さんはあたふた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 みたいな、うん、でお母さん感情的にどっか行っちゃう、でそれを引き継いだ男の子は、うん、まあお母さんのわからないけどね、そこは私のただのアサンプションだけど、うん、お母さんと同じ行動をする、で、うん、お父さんはその場その場の、まあ、臨機応変にどっちかの対応をして、まあどっちかの気が済んだらまた戻るみたいな感じ、うん、これこの先大変だなって思って確かに見ながら、うん、でも怒り方は本当に親を、ま、見て育つなって思います、この、うん、それはやっぱりしょうがないよね、鏡だからね、うん、親がね、うんうん、私はなんかあのすごい子供の頃大変だったんですよ、うん、悪ガキだったんで、泣いて泣いてね、泣いて泣いて、うん、だから一回なんか何かが欲しいか何かで床に、うん、こう寝てスノーエンジェルを着てみたい みたいなっているじゃないですか子供が、あれだったんですよ、それね蹴り飛ばす私でそれを母が見てもう完全に無視して歩いていったんですよでも日本は安全ですからね、あの時代も特に安全ですから、うもう全くもって無視して、ね、もういっていなくなって、それをおーがーじゃーって言ってあの、うん、追いかけていった以来、うん、私は、うん、あ、泣くのは通用しないんだなって思ったらしいだから子供ってやっぱこうこれがうまくいくからこれをするって思うんだな、その通りなの、はい、その通り、だからこの家族ではそうやってもうやばやりたくないとか言って言ったら、うん、うまくいくんでしょうね、その家族では、うん、だから子供がそれを続けるんだなと思います。でお母さんもそうやっちゃってるからだろうね、うん、そうなんですね、もうママねしてもうお母さんも知らないって言って、お母さん自体もうん、向き合ってないじゃんちゃんと、うん、だからもうその後だけど、でアンディがボロッとスーパーナニーがこれ人だスーパーナニーがって確かにスーパーナニーっていうチャンネルがあるから、はいはい、子供の教育をするためのなんかこの、うん、あのドキュメント番組みたいな、うん、でもね本当あの家族だけはなんかもう忘れられなくて、あの時から、うんうん、あの家族は本当これから息子くんが大きくなるたんびに、うん、どうなるんだろう、で本当なんかお父さんそのうちメルトダウンして、ね、なんかこうメンタルエグゾーションかなんかでお父さん鬱になるんじゃないかなとか、ね、あとはなんか本当にお母さんが家出てくるんじゃないかとかねなんかこうやっぱりこうオーソリティって必要よね、家族で、家族の中でなんかいろんなことがどっか違う方向に曲がっちゃっても、うん、やっぱドーンってしてる人がまあなんかほらわちゃ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 いろんなことをやったとしてもこう、うん、こうそういうことではないけどこうなんていうのあのげんこつゴインってやったら、うん、あまりの痛さにちょっとこう、うん、ブレてこうそうですよね、わかりますわかります、こうピシッとするじゃん、はい、あいけないいけないみたいな、うん、なんかそういうなんかこう誰のフェイバーでもないけど、うん、お前ら間違ってるぞいい加減にしろよっていう風にバシッてこう道それちゃってるのをキュッて戻してガシッてやる人、うんうん、でや
っぱ必要だなと思う、家族の中に、うん、だってみんながみんなこう、うん、ブレちゃうと、そうですね、家族経営大変よねと思って、うんうんうん、だってそれって CEO がブレてるようなものですからね。そう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 、あれもしたいあれもしたいみたいな、あ何が売りたいのみたいになってる感じですよ、ね、そうなのそうなの、うん、なんならハンドルのない船みたいな、あそうですね、どこに風吹いたらこっちみたいなね、波来たらこっちみたいな、確かに確かに、確かに、うん、なんかねこう見ながら、まあ、自分私だってそういうところたくさんあったからこう自分の行動を見返るんだけど、うん、いやー大変だな家族系ってって思った瞬間でした。 うちは父が強かったんでものすごく、うんうんうん、もう父にはかなわ誰も兄も私も何も言えなかったんで、うん、絶対服従だったんですよ。だから父が母をリスペクトする分、まあ、リスペクトの上でね、あそろ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 、うん、そのなんかこのディクテーターシップではなく、がんじがらめとかじゃなくて、じゃなくて自由主義なんですけど、愛情のあるリスペクトだよね、はい、その通りその通りです、うん、あのだからあの母もすごく愛してるしリスペクトしてたんで、母にちょっとでもリスペクトがない行動をすると、うん、もう父の雷が落ちるので、うん、だからそこら辺もなんか確かに軸が一つあったので、うん、大事だよね。なんか、うん、あのまあブレずに、うん、あの行ったのかなって、うん、ブレずにっていうのはこう道を間違えずって意味ではないですよ。ただあの、うんうん、家族経営の上でなんかこうね、うんうんうん、まあ、母はリスペクトするべき存在だと思って生きてきたという感じですか、ね、うんうん、でなんか本当大事そういうの、うん、でもちょっと小言だけど、波のプールでその3回目の遭遇してる時に、はい、うちらはこうプカ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 浮いて、うん、ちょっと観客席みたいな感じで見てたのね。その横でバチャバチャバチャって入ってきたこうなんかメキシコ系の女の子がいて、うん、その子が、はい、でもその子も多分13とかそれぐらい、小学校、うん、低学高学年ぐらいの女の子が、うん、なんとかなんとかゲラルルゲラルプールみたいな感じで言ってんのね、うん、でこの自分の妹2人をこうパンパンってこのお姉ちゃん抱えて、うん、こうバババババって波のプールから出てったわけよ、うんうん、この13歳ぐらい、まあ、中学校1年ぐらいのお姉ちゃんが小学校低学年ぐらいの妹ちゃん2人をバンバンって抱えて、もう言うこと聞かないんだからみたいな感じで出てったの、プールを、うんうんうん、そしたらその先でお母さんがこんなでっかいサングラスして、こんなでっかいイヤリングしてる、うん、で真っ赤のなんか真っ赤のセクシーなドレス着てるお母さん、この長いこうサンドレスみたいなのが、はいはい、うん、もう早くしなさいよみたいな感じなの、言ってるじゃないみたいな、はいはい、でだからなんとなくだけど、このラティーノのお母さんはこの一番上の長女を、はいはい、あんたお姉ちゃんでしょ、早く妹連れてきなさいよみたいな、見てなさいちゃんとみたいな、そんでお姉ちゃん焦って、もうお母さんに怒られるじゃないみたいな感じでこう言ってる姿を見ながら、このオーソリティってやっぱ素敵だなと。まあまあ白さに響くペアリンティングスタイルですね、響くね、うん、このおかんのこのオーソリティすごいなと思って、確かに黒人とあのメキシコ人のペアリンティングはちょっとアジア人に響くものがありますからね、あるね、うん、あるある、うん、まあ、かといって別にこうビクビクしてるわけじゃないし、あ、わかりますわかります、ただただ響くものがあります、ね、バウンダリーがよく分かってらっしゃるみたいな。確かに確かに、私がトップみたいなね。そうそうそう、おかん、あんたは長女みたいな、長女は面倒を見るみたいな、まあ、いろんな苦労があると思いますけど、だってお母さんは水に濡れたくないからみたいな。そうですね、そうですね。かあのね、メキシコ人として生まれる上でもいろんな苦労があると思いますけど、うん、なんか確かに響くものありますからね、うん、そう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 、まあ、いろんなね家族の家庭があっていいんですけど、はい、確かに確かに、まあ、そんななんかこうあのファミリードラマを見てちょっと面白かったですという、うん、話でした。ここで NordVPN のご紹介です。 VPN とは通信を暗号化することで安全にインターネットが使えるようになる仕組みです。 NordVPN を使えば専用アプリからワンタップでインターネットのセキュリティ対策が可能になります。 NordVPN さんを使ってよくやってるのが、ジェイコブがアニメを楽しむときにサブタイトルがなかなかつかないんですよ、うん、あ、英語のサブタイトルがね、英語のサブタイトルがなかなかつくのに時間がかかったりとかして、ストリーミングサービスが、うん、だそれをこの場所を変えてシンガポールとかにすると、もうついてるんですよ、うん、その次の日ぐらいにこ の, あのサブタイトルが、うんうん、だからこの VPN を使ってちょっとサーバーを変えて他の国で見ると日本にはついていないサブタイトルが
ついてたりなんかして、うん、そこら辺を VPN を使って可能にすることができてるんで、かなり助かってはいますよね。もうほぼ毎日のほど。それは助かるね、はい、ちょっとそのシンガポールにするっていうのはちょっと知らなかった裏技で、うん、シンガポールに、うん、まあ、アメリカの場合もあるんですけど、シンガポールの方がなんかアジア圏で英語喋れて、うんうん、アジアのこの文化が浸透してるんじゃないかという憶測のもと、あのシンガポールに変えてみたんです。いろんなところには変えてみてはいたんですけど、ただシンガポールに変えたら一番 リゾルトが良かったですね。あのサブタイトルの早くつき方とか、日本と似たようなこのね、うんうんうん、あのコンテンツがあったりとか、うん、本当はね日本の、ね、ストリーミングサービスももっとね、あの海外向けに用にねサブタイトルつけてほしいんですけど、うん、なかなか時間かかっちゃうんで、うん、そういうのはあの VPN さんにお世話になってますね、うんうんうん、そうだよね、そうだよね。私も完璧に本当に最近鬼滅の刃の新しいシーズン、うん、柱トレーニング、ああそう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 、それを全部見たんですよ、ベンチウォッチングして、うん、でも日本につなげてみたので、うん、あのもうプンプン怒ってました、ショーンは隣で。なんで？俺がわからない、英語の英語のサブタイトルがないから。ああ、だからそういうことか。アメリカ、はいはい、うん、アメリカだとまだそこまで出てなくて、そうなんですね、うん、だからショーも早く見たいんだけど、うん、私が携帯でずっと見ててはいはい、はい、分かるじゃん何見てるか、はい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 、ずるい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 って言ってましたけど、だからちょっと、ね、シンガポールとかでトライしてみようかな。ぜひぜひトライしてみてください、多分出てると思いますよ、うん、したら出てくるかもしれない、うんうん、はい、やっぱ結構あのエンターテインメントって大きいじゃないですか、うん、いろんなバラエティとかも、うん、あの BPN を日本にすると、うん、あの聞ける日本の歌の数がめっちゃ増えるんですよ。知らなかった。すっごく、だから本当、うん、夏メロとか、うん、すっごい増えるの、うん、だからあのほぼほぼ私それずっと聞いてますね、うん、1995のなんかトップ100とか日本の、うん、はい、古いですけど、はいはい、うん、なんかいいね、なんかこの音楽にしろ映画にしろドラマにしろ何にしろ、うん、やっぱりこう好きなものが見れるってかなりクオリティライフ上がりますよね、うん、確かに確かに、うん、すごく、うんうん、だからそのおかげではこんなに安い金額でこんなエンターテインメントのダイバーシティをもらってありがとう、ね、うん、今の世の中って感じ。概要欄の番組専用リンクからお申し込みいただくとサブスクリプション費用が大幅割引、さらに今なら4ヶ月分が延長されます。30日間の全額返金保証もあるのでノーリスクでお気軽にお試しいただけます。今すぐ概要欄からノード VPN をチェックしてみてください。はい、今日のトピックに行きたいと思います。今日のトピックはですね、私が拾ってきたというか、あまりにも拾うには大きすぎる拾うには大きすぎるトピックですけどすいません。あのアメリカの大統領選がものすごく熱いということで。熱いね、特にニュースつけりゃそればっかりだよね、もうアメリカは。そうですよね、私の場合はニュースつけたら 出るわけではほぼないんですけど、ただ、うん、私は TikTok でその大統領選について調べて始めたら、うん、ものすごい盛り上がってるなっていうのがありまして、うん、なんでこんなに盛り上がってるのか。エンターテインメントですよ、もうほぼ、まあ、特にハリスさんと、うん、まあ、新しいあのバイスプレジデントピックになったティム・ウォルツさんたちは、うん、うまくソーシャルメディアを使っているので、ジェン・ジーって呼ばれる、うん、まあ、ジェイコブの世代にすごく響いているっていう、うん、まあ、ミレニアルも入っていると思いますけど、うん、っていうので、まあ、TikTok では盛り上がってるんですが、うん、じゃあ何がそこまで盛り上がってるのかっていうのを、うん、まあ、話しながらティムさん、うん、ハリスさん、そしてトランプさんのバイスプレジデント候補J.D. バンスさんを、うんうん、の経歴も、まあ、遡りながらどういう状況なのかっていうのを話していければなと思いますが、うん、何がそんなに面白かったかっていうと、バイデンさんがまずあの大統領選に出るって言ったんですけど、うん、それを撤廃したことから、まあ、この盛り上がりは始まっていて、このアメリカでの、うん、だからそれまでは本当に、うん、なんていうか
なこう言ってたんですけど、老人と老人の戦いみたいな感じで報道をされていて、うん、なんかみんななんかこうもうヘンズオフというか、みんななんか興味がないっていう感じ、うん、なんかアメリカの将来はなんでこんな年を取った人が担うんだみたいな、あの、うん、傾向は若い人たちの中にはあった、うん、なんですけど、まあ、バイデンさんが、ま、もうや走るのをやめると。でその原因になったのが、うん、まあ、このバイデンさん の、 あのディベートのパフォーマンスがあまりにも、うん、はい、6月のディベートのパフォーマンスがあまりにも悪かった、うんうん、っていう、もう本当老人なのバイデンさん。そうなんです、そうなんです、うん、それだけ本当に80歳以上を超えてる人がプレジデントをやっていること自体クレイジーなのに、うん、それ彼しかいなかったっていうの、ディベートはできない、うん、そうなんです、そうなんです。でそれで私が今推しているあのコメディアンの方がいらっしゃいまして、うん、ジョッシュ・ジョンソンっていう黒人さんだったと思うんですけど、すごい今人気が出ているコメディアンの方なんですけど、このジョッシュ・ジョンソンさん、ショロさんも多分もしかしたら見てたら出てくるとは思うんですけど、彼、うんうん、あの政治にものコメディをやったりもするんですけど、彼が言ったのは、彼誰も傷つけないコメディアンなんですよ正直。で彼が言ったのは、ちょっと考えてみてくれと、あの、うん、バイデンはおじいちゃんだと、君たちのグランパだとして、うん、グランパにしてはうまくやってる方だと僕は思うって言うんですよやってた方、うん、まずグランパ、80歳のグランパの一番最初のやらないといけないタスクって朝起きることだけだと思うっていう話をしてて確かに確かにそれをできてて、それで各国に行き政治っていうのを動かすこと自体も80歳のおじいちゃんには難しい話だったんだよって話を彼はすごくうまく説明していて、でそれで、まあ、バイデンが降りるということで、この7月の後半にバイデン大統領はもうこの走らないハリスさんに頼みますっていうことを言って、まあ、ハリスさんが大統領候補になるんですけど、ちなみにシロさん、ハリスさんについて何か知ってることあります？ハリスさんはなんかいろんなところで初っていう感じ、うん、なんか初女性なんとか総長とか、初のカリフォルニア女性なんとかとか、なんか初の女性、初の黒人、うんうん、でハリーさんってアジア人が入ってんだよね、はい、インディアです、初のアジア人みたいな、うん、この初っていうカテゴリーを結構ネイルしてるっていうイメージ、うんうん、まさにその通りで、ハリスさんの経歴もまた興味深いんですけど、まあ、ハリスさんは西部のカリフォルニア州オークランド生まれと、うん、でカリフォルニア大学のロースクールを卒業後、検察官として活躍し、2011年からの6年間女性として初めてのカリフォルニア州の司法長官を務めたと、うん、薬物犯罪で逮捕された若者を収監せずに職業訓練などで更生させる施策に取り組んだほか、警察官にボディカメラの着用を義務付ける警察革命などを進めてきました、うん、彼女だったって知らなかったんですよ、このボディカムをつけられないといけないっていうの、うん、で今2016年にカリフォルニア州選出の上院議員に当選、民主党の若手ホープとされていますと、うん、はい、でちなみにインド出身のがん研究所の母親とジャマイカ出身の経済学者の父親の間に生まれた長女、うん、カマラというのは母親がつけた名前で、ハス、ヒンズー教の女女神の両方を示しているというと、うん、はい、で両親はハリス氏が7歳の時に離婚、その後は3つ年下の妹と共に母親1人の手で育てられたということ、うん、でちなみに私はここに感動したんですけど、うん、ハリス氏は自身に大きな影響を与えた人物として母親の名前を挙げ、うん、母親から教わった言葉は、あなたは多くを成し遂げる初めての人にもなるかもしれないが、最後の人にならないようにしなさい、うん、後継のために道を開きなさいを座右の銘としています。なるほど、うん、はい、だからかなり興味深い、ね、うん、はい、かなりダイバーシティがある。で10年前に結婚された旦那さんもは11州ということで、うん、ユダヤ人、これまたダイバーシティだね、うん、そうなんですよ、これ彼女のバックグラウンドかなりダイバーシティが多いバックグラウンド、うん、でもしこれで当選したら初めての黒人女性が大統領になるかもしれない、うん、アジア系になるかもしれないということで、うん、でその BP
バイスプレジデントの候補カムラさんが、うん、あのティム・ウォルツさんに選んだのが私はものすごい面白いなと思ったんですけど、でティム・ウォルツさん、民主党のティム・ウォルツさん、ミネソタ州の知事なんですけど、なんせてアメリカのフットボールコーチだからね、熱いねこの人ね。そうなんです、うん、そうなんです、ものすごい熱いところは彼自体が何ですか、いやソルジャーで高校教師でアメフトのコーチで、うん、これも熱いでしょ。熱い熱い、そうですよちなみに、うん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 、あのドラのトランプさんの BP ピックはバイスプレゼントの、うん、候補は J.D. バンスさん共和党で、うん、まあ、オハイオ出身の40歳、うん、まあ、若めですよね。ミドルタウン出身のエール大学、うんうん、イェールの法科大学院の卒業してます、うん、まあ、いう素晴らしい経歴を持っている。すごいなんか本を書いた人なんだよね。あ、その通りです。ベストセラーのこのヒルベリーエレジーっていうのがベストセラー、うん、イラク戦争に、うん、まあ行ったこともあるという経歴を持っている方、うん、でちなみにティム・ウォルツさんはミネソタ州の知事で60歳、うん、カムラ・ハリスさんとは6ヶ月違いなんだそうで、誕生日が、うん、だから同じ年なんですよ、うん、あの2人は、うん、で、うん、中西部のネブラスカ州出身で、本当に200人、うん、400人、うん、どっちかのしかいないタウンの生まれなんですよ。ほんとちっちゃい、うん、学校もちっちゃかったらしいんで、ほぼ半分が自分の数みたいな感じだったらしいんですけどそれぐらいちっちゃいスモールタウン出身の人、うん、まあ、それを売りにしているところもあるんですけど、でもミネソタ州立大学のマンケート校の修士、まあ、こう大学卒業していて、うん、まあ、州兵であり高校教師、さっき言ったように白さんのフットボールコーチでもありましたと。17歳で州兵に入隊して、本当20年がリタイアメントの年って言われてるんですけど、追加で4年残ってくれって言われて残った方なので、うん、まあ、24年すごい長い間、まあ、軍でのとしてアメリカのためにサーブをし続けた人なので、ミネソタは彼のおかげで、アボーション中絶は完全に女性に権利があるっていう風に決められ、うん、でプラス、フリーランチ、この子供たちが、うん、完全に学校のね、はい、ランチ、ご飯、うん、ランチをもうほぼ無料とした。ちなみにどうですか、シロさんのところでは盛り上がってますか、このもうテレビをつけたら大統領選の、テレビはつけたら必ずその映像は流れますけど、まあ、なんつって私全然ニュースを見てないので、うん、でポリティックの話はしないですし、職場では、うん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 、なので肌感的にはどうなってるのかちょっとよくわからないっていうのが私の肌感ですねうん、確かにね、特にテキサスだと真っ二つに分かれる可能性もありますからね。テキサス、それも特にシロさんのところオイルインダストリーだとしたらほぼ、うん、まあでも都市部はね結構いい子だけど、ちょっと都市から離れちゃうとね、あれだけどね、うん、でもかなり強いですもんね、赤の傾向、まあ、赤と青でアメリカは、うん、であれば赤だからね、こっちは、はい、うん、赤、レッドステートって呼ばれるところがドラのトランプさんを支持しているところで、うん、まあ、ブルーステートって言われているところが、うん、はい、カマラ・ハリスさんたちを支持しているところと2つに分かれていて、うん、でテキサス、シロさんが住んでるところは真ん中の、うん、めちゃくちゃそうなんですよね、レッドなんだけど都市部で分かれると、うん、ヒューストンはブルーなんですよね。そうなの、都市、うん、ヒューストンとかオースティンとかダラスとか、その都市はブルーなんですよね、うんうんうん、スポット的に。でもそれ以外が全部赤、はい、なので今ものすごい、あとラストスパート、11月の大統領選だったと思うんで、そうなってくるともうラストスパートかけてみんながいろんなところで、まあみんながっておかしいですけど、このハリスさんも、うんうん、ティム・ウォルツさんもいろんな都市、うん、スウィングステーツって言われている、そう、ね、赤にもなりゆる、青にもなりゆるステーツで、うん、今講演活動をしていて、ものすごい量の人が来てるらしいですよ、うん、1万4000、1万2000、1万5000みたいな感じで人が集まっているらしい、うんうん、アメリカに住んでる時は本当に誰がなるかで、移民の立場だと少し不安定だっただなって思いますし、うん、私、まあ、トランプさんの時だけだけどね、そんなに、まあ、そうそうです、まさにその通り、うん、でもそれが、あ、うん、本当に私が留学生としては、うん、院をもう辞めさせられるかもしれないっていうぐらいまでそうそうそう、はい、エクストリームだったよ ね、 は、 ね、はい、コロナの時は本当に、うん、私ここまで学位稼いで、あと1ヶ月、うん、あともう少しなのに、そうなんですよ、ね、そう、ワンセメスターなのに帰らないといけないとかあんの、うん、と思った瞬間はありました、ね、うん、でもその話もチラッとしましたもんね、うん、前にね、うん、うん、
確かにね、そこはなんかどっちの言い分もよくわかるって思うけどね、移民のところに関してはね、ウェルカム、うん、ウェルカムってする方と、あのトランプさんみたいに壁を作ろうみたいな風に、うん、あのすることと、うん、なんかどっちが本当にいいんだろうとはよくちょっとわからないけどね。なんかやっぱ日本人からするとほら日本って島国だから、うん、あんまりそういう移民トラブルって経験してこないじゃない、日本にいると。いや今は少し結構ありますよ、ね、今はね。でも私が育っていた時には全然そういう、はい、うん、まずもう外国の人があんまいなかったし、私が育っていたところはね。で、うん、まあ、もちろん今はあの、うん、たくさん問題があると思うけど、でもそれってやっぱ日本が移民に対してどういうふうに取り組んだらいいかっていうのも前例があんまりないからこそ困惑してるんだと思うんだよね、うん、でもあのだからこそ、まあ、その ほぼほぼ日本人しかいないところで育った日本人の私はこうアメリカにいるとなんでこんなにもイリーガルな人がゾロ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 周りにいるんだろうっていうのは、うん、なんかいつもこうなんか なんでこういうことになるんだろうっていうのはよく分かんなかった、うんうんうん、だからね、同じあの子供のお友達の学校にいる子が高校卒業するまでは学校にいたけど卒業した後、うん、なんでなのって、なんでどこにも行けないのって言ったら、あ、だって彼女あのソーシャルセキュリティないしって言って、要は来ちゃったら、うん、もう子供としてアメリカの国境を越えちゃったら、うん、あの教育は絶対全員に与えるべきだっていうポリシーだから、うん、アメリカが、うん、だから学校には皆さん入れるんだよね。ただ、うん、じゃあ高校まで行ったけどその後はもうハンズオフなわけですよ。うん、だからやっぱり違法な活動が絶えないとかね、うん、なんか見てると中途半端だなこれやと思うんですよね。高校まで面倒見たならもうあげろよとかね、うん、あの働ける、うん、ね、働けるあのビザみたいなのを出してあげたら、うん、その子たちがそこからプロダクティブにちゃんとアメリカでしっかりと足を、うん、もう高校まで出たわけだからみたいなね、うん、なんかそういうの見てるとなんでこんなところで反則されるんだろうとかね。確かに中途半端だったりしますからね、色本当に、うん、ものすごい量のその方たちいらっしゃいますからね。そうなんですよ。であとね、あと一個最近、うん、あの分かったんだけど、うん、あの移民、例えば、うん、イリーガルでステイしてる、これは、うん、あの私のこ の, あのステップドーターのオリビアが、うん、あの結婚しているパオラっていうじゃない、パオさん、はいはい、うん、でパオが最近あの仕事をちゃんと就職できて、お、まあ、パオ自身が、うん、あのさっき言ったあの高校までは卒業させてもらえたけど、うん、そこから先、うん、ハンズオフにされて、まあ、いろいろとこうさまよって、うん、まあ、オリビアと結婚したことでビザがちゃんと正規に降りて、うん、つい最近やっと永住権がもらえて、うん、でそれをもとにちゃんとした会社 に就職できたんですよ、晴れて、うんうん、で今やってるのがそういうこのお金のない人たちに、まあ、病院で働いてって、うん、で、それちょっとこう経済的にあまりこう恵まれていない人たちが病院に来た時にその人たちを、うん、に対して、国の援助が出るか出ないかっていう、うん、あのペーパーワークをパオがやってるんですよね、うん、でそのパオから聞いた話でへーって思ったのが、うん、あの何にもあの要はイリーガルにあの、うん、不法滞在してる移民の人が、うん、例えば怪我をしてとかね病院に来ると 100% 国からの補助金が出るらしいんですよ、うん、ほーっていうのも何の収入もないので。あー、はいはい、うん、うん、でこれはパオから聞いた話なのでもしかしたらちょっとディテールが間違ってるかもしれませんけど、でも、まあ、収入って違うかもしれないですしね、うん、かもしれない、うん、でもテキサスだね、うん、移民です、はい、不法滞在というかちゃんとしたリーガルな制度はありませんっていうと病院に来ると、うん、その病院で払った医療費は 100%、うん、テキサス州というか、まあ、国が払うらしいんですね。でも、うん、ちょっとでもお金を作って、うん、あの仕事があってしまうと、例えばアメリカ人です、うん、
で、まあ、少し収入があります、うん、で、うん、病院に来るとあのクオリファイされないらしいんですよ。でそこっておかしくねと思って、こっちちゃんとアメリカ人として税金も払って、うん、まあ、下ろされてます、ね、なんとか頑張ってる人、うん、でも、うん、お金がちょっと足らない、でもその人にはちょこっとかほとんど出なくて援助が、なんならタックスも何も払ってない移民の人たちっていうのは、うんうん、なぜ 100% 出るのか。でもなんかそれはなんか移民を助けるなんかこう条例とかいろいろあって、はいはい、うん、なんかちょっとその辺は私も詳細を知らないからあまり言えないんだけど、でもそれ、うん、そのそういうことがあるんだよってパオから聞いて、で、うん、まあ、もしかしたらその医療費の援助を受けた後に何らかの規制があるのかどうかは 100% ビッグピクチャー分かりませんけど、うん、でも実際に移民だと1000もお金を払う義務は免れる、でもアメリカ人だと、うん、もしくはまあ合法でステイしてる人はちょっとでもお給料があると、借金となると、その医療費がね、うん、でもなんか分かるようで分かんないっていうね、まあ、もちろんもっと深いところで詳しく見ていけば、うん、ああこうだからかって思うかもしれませんけど、なんかそれを聞いた時に、いやなんで国民の税金を使ってあの 100% 出してあげるんだろう、まあ、もちろん取るべき手段がないから払ってあげるのかもしれないよ、うん、移民さんはね、うん、確かに。でもそもそもが守るべきなのは、うん、アメリカ人であり、あの、うん、もしくはアメリカでちゃんと税金を納めてる人を優先的に優遇してあげないといけないんじゃないの。だったらなんか移民でいちゃえって思うよねとかね、うん、なんかね、いろんなところ、うん、なんかアメリカも日本もそうかもしれないけど、なんか政府の手続きとか政府のベネフィットってもちろんプロゼンコーンズがあるから一方的な意見は言えないけど、うん、でもやっぱりあのちょっとお金作るなら全然お金作んない方がサポートは厚くもらえるし、うん、ね、あのギリギリ夫婦のジョイントアカウントでギリギリこんだけの収入があるんだったら全然国から学費の援助はもらえないけど、うん、でもこっから下に収入下げちゃえばこんなにもらえるとか、うん、だからなんかその辺ってやっぱり、あ、なんか苦労されてましたもんね、しのさんもね、あの、うん、エリカの学ですか、奨学金、学費ね、学費援助、はい、うん、そう、だからそ、しのさんの給料だけだったらカバーされるのに、ジョイントになってしまったから、そうそうそう、ジョイントになると増えな、カバーされない、うん、で結局は、まあね、払わなきゃいけないっていう、だからなんかそういうところ、まあ、ソーシャルセキュリティも何もかもそうだけど日本も同じだと思うよ、うん、でも、うん、そういうのってすごくクリアじゃないんですよね、全てがなんかすごくグレー、まあね、だからこう、うん、いろんな人のシチュエーションがありますからね、うん、なんか突き詰めて突き詰めて調べていくと、うん、あ、そういうことなんだってことで、それを反対に自分がちゃんとそれを持ってどういうふうに対応しようかって考えられるけど、うん、でもやっぱね、このパオラの状況を見てきたらすごい大事に子どもの時は守られてるんだけど、うん、18歳から一気に荒野に吹っ飛ばされるから、まあ、そうですね、それって受け入れ体制としてどうなのとか本当思ったよね、アメリカに対してね。そうですよね。ちなみにこのパオラのシチュエーション的に言うと、うん、親が移民としてアメリカに来てしまって、まあ、子どもは小さい時にアメリカに来た違法、そうだからあれですよね、うん、そうなの、そうなの、子供には何の選択権もなくて、まさにその、うん、罪がないから教育は、うん、あの全ての子供が受けれるべき、まあ、それは立派だよね、アメリカね、立派です、うん、とっても、うんうん、でもなんかこうもうちょっとその状況のまんま高校に行ってる子がいたらなんかソーシャルワーカーをつけてあげるとか、うんうん、ね、何かしてあげないとっていう、まあ、そういう体制がなんだっけな、ホーププログラム、スタープログラム、なんか分かんないけど、ね、それまではなんかオバマさんの時にはあったんだけど、 それをトランプさんがなくしたかなんか、うん、で、うん、ぐちょってなっちゃってるみたいだけど、そうですね、ぐちょ、でもいずれにしてもね、なんかこう、ね、人権にも関わってくるからね、うんうん、だから私も詳しくは、まあ、あんまり分からないのでこう大きなことは言えませんけど、うん、でもアメリカでずっとこれからも暮らしていくんだろうなっていう思いで見ると、うんうん、まあ、私の結論は
あのやっぱり最後まではこの国にいたくないなっていうのは私の結論、うんうんうん、で私はもう蚊帳の外になったじゃないですか、アメリカから、うんまあうん、日本に移住して、まあ、ジェイコバもアメリカ人なので、うん、全然まだアメリカの、まあ、ポリティクスとかは彼にはアプライすると思うんですけど、やっとなんかこうアメリカのこの政治を、うんうん、旗から見れてるなっていう感じはありますよね、うんうん、そうですね、蚊帳の外からちゃんと見れてる、うん、この、うん、いた時は本当にもう、うん、どうなるって思いましたけど、うん、なんかこう、うん、そう見てあこういう方針なんだなとかっていうのは感じ、うん、見れてるかな。まあもう本当あのインフレをなんとかしてほしいですね、本当にアメリカは。あインフレはすごいですかね。インフレと、うん、インフレと、うん、あとはメディカルシステムをなんとか誰かが思いっきり、まあ、インフレはね経済だからそのうちそういう風になっていくんだろうけど、まあ、もうメディカルシステムだけは本当に誰かお願いだから変えてくれと思いますね。それだけはね、うん、そうですね、まあ、こう一 国民までは篠さん国民までいかないけどね、シティズンではないですからね、一あのタックスペイヤーとしてタックスペイヤーとしてやってほしいとかありますね、はい、ありがとうございました。ズバッと切るぜ、しのぶとなるみの質問コーナー。しのぶさん、なるみさん、いつも楽しく2人のポッドキャストを聞いているヨーロッパに住むパクチーと申します。なるみさんとしのぶさんに聞いてもらいたい相談があり、うん、メールしました、はい、私は最近付き合っている彼、過去イタリア人と婚約しました。とにかく優しくて大好きな彼なのですが、一つ心配なことがあります、うん、お金です、うん、彼は最近フリーランスになり収入安定しません。ただ安定しないとは言っても、ちゃんと生活費は賄える収入はコンスタントにあるので貧乏というわけではないです。なので特に日々の生活の心配はしていないです。ただ婚約を機にお金の話になり、彼にはほとんど貯金がないことが分かりました。私は外国に住むということ、将来の保証はどこにもないからと自分でコツコツお金を貯めていたし、私の日本人の友達もある程度まとまった額の貯金があるのが普通だったので、まさかほとんどの貯金がないなんて思いもしてなかったです。これから結婚したら結婚式も挙げたいし、子供もできたらお金もかかるだろうし、この人はどういうつもりで結婚の話を持ち出したのだろうとものすごく不安になり、果たしてこのまま結婚に突き進んでいいのだろうかと不安になってしまいました、うん、彼のお金がある程度貯まっていたら結婚すればよいのではと思ったのですが、彼の家族は熱心なカトリック教徒で、結婚前に妊娠を絶対にダメと言われており、年齢的にもすぐにでも子供が欲しい私としては、彼との子供を持つにはできるだけ早く結婚したいと思っています、うん、なるほど、はい、私の仕事はかなり安定した仕事で、ビザさえ更新できれば彼と結婚すれば特にお金に困る状況にはならないと思います。ただ彼の計画性のなさがちょっと怖いです。今私が住んでいる国の友達に話したところ、ヨーロッパの男は大体そんなもんだよ、収入だ、うん、があるだけマシだよと言われてしまいましたが、不安がんでございません。白さん、成美さん、何かアドバイスいただけますかということでした。やっぱりお金と女性問題と暴力は三大クリティカルイシューなので、まあそうですね、結婚はその通りです。結婚に関してはこのお金に関するところっていうのはちょっとこう腑に落ちるまでお話しした方がいいよね。そうですね、まあでも、うんうん、まあでもあのアメリカなんて結構奥さんとか旦那さん、まあほとんどアメリカってね、夫婦別々で、うん、あのアカウンティングしてるところがほとんどだと、うん、あのどっちかが、ね、セービングがあって、どっちかがセービングが、まあパーソナルセービングがね、個人のセービングが、うん、奥さんは結構持ってるけど旦那さんはあの、あんまり持ってないっていうのは、うん、まあまあ結構あることでも、多分2人のこ の、 あのミューチャルセービング、うん、あの 401K とかアイラとかそういうリタイアメントアカウントはお互いにお互いの名前でお互いにこう同じ金額をこうコントリビュートしながら、うん、まあ残ったそれよりも溢れた額は、うん、Do whatever we want みたいな感じ、はいはいはい、好きだよ使っていい、そういう、うん、その形が私は一番美しいなと思っていて、まあ、もちろん専業主婦になっちゃったら難しいからね、そうそう、専業主婦でいることはやっぱりほら旦那さん稼いで、私はこう家庭に集中して、まあ、反対でもいいんだけど、うん、
うん、お母さん稼いででもどうでもいいんだけど、うん、そのどっちかが働いてない状態であるとやっぱそういう風にはならないんだけど、うん、でも2人に仕事が多分彼はフリーランスだけどこれからも仕事をしていくわけじゃん基本的には、はいはいはい、うん、だとすると払わなきゃいけないもの家賃とか食費とかっていうのはもう固定費じゃん、うん、はいはい、家族のこれはもう半分に割りましょうと、はいはい、今私アメリカ式に言ってるよ話を、うんうん、半分に割りましょうとあなたこんだけ、うん、私こんだけでそれはもう固定費で、うん、それ以外に、まあ、2人の貯金リタイアメントファンドとかね、うん、2人の貯金は例えばこれにしましょうとでここには毎月いくらいくらを必ずコントリビュートしましょうと、はいはいはい、でこのアカウントはジョイントアカウント、うんうん、でそれ以外にエクストラなお金のところは彼女は彼女でインベストメントするなり貯金するなり何なりする、うん、彼も彼でするでそれでいいと思うんだけどその時にこのもう一個エマージェンシーセービングっていう、はい、うん、このリタイアメントって長い目で見たセービングじゃん。そうですね、でも、うん、もう一個この直近で、あ、なんかちょっとどうしても旅行に行かなきゃいけないとか、うん、はいはい、あの車壊れたから車直さないといけないとかっていうのを、うん、まあ、払える、ね、ある程度のまとまったお金がそこに入っているエマージェンシーあのアカウントっていうのは銀行に置いておいて、うん、なので固定費半分、うん、エマージェンシーファンドとしての貯金も2人でコントリビュート、うん、で、まあ、長い目で見たリタイアメント貯金も2人でコントリビュート、うん、それがその3本があればあとはもう自分で勝手に運用する、うん、っていう風にしてやっていけると綺麗だなって思うんだけど、でも、うん、やっぱり往々にして例えば彼女が貯金が作れる方だとしたら、うん、これから何かあった時にそのエマージェンシーファンドでは間に合わない時が多々あるわけじゃんきっと。確かに確かに。そうするとやっぱりさお金をがある彼女の方が払わなきゃいけなくなっちゃうじゃん、うん、確かに。そういう時が多分一番こう不公平に感じることだと思うんだよね。だからそこがまあそれって多分ある程度旦那さんも奥さんもある程度収入がある場合にこう機能するんだろうなって思うの、うんうん、だってそういうことだよね、はい、あの一緒に住んでる家が分かんないけど何でしょうかな、じゃあ車があの事故にあってダメになってもう一回車買わなきゃいけない、でも保険を下りないとかね、うん、で300万かかりますと、でも彼には20万しか貯金がありませんと、うん、で彼女には全然あの300万ありますと、うん、そしたらやっぱりどうしても今すぐ買わなきゃいけなかったら彼女が払うしかないじゃん、うん、そうするとやっぱ不公平になってくるんだけど、うん、だからこうまず家計簿を、まあ、本当に結婚する前提ならね、本当に結婚する前提なら、うん、私ならなんかこういう風に家庭をファイナンシャリーにマネージしていきたいと思うんだけど、うん、って相談するかもしれない、どう思うみたいな、うん、まあ、ジョイントにしたら彼女がコントロールできますしね、収入をね。ジョイントにしたら、まあ、んこのなんか結婚した後、うん、結婚した後のそのジョイントアカウントにしたらってことね、うん、そうね、ジョイントであの貯めているお金は基本的には彼女の意思もないと彼は勝手に下ろせないので、はいはいはい、それはいいかもしれないよね、うん、ただ問題はそれ以外の予想外の出費とかがあるときに、まあ、予想外の出費があるときがおそらくお金がある方が負担してしまうことになると思うので、うん、そこをどう彼女が捉えるかだよね、きっとね。うん、だって彼は好きに遊んでるのに、ね、こっちの奥さんは一生懸命自分たちのことを思って子供のことを思って貯めてるのにってなったら、うん、ね、なんで私ばっかり払うのよってなっちゃうから、うん、その辺の、うん、でもこうもし本当に結婚を前提としたらどういうふうに家計簿をつけていきたいか、家計のファイナンシャルをやっていきたいかっていうのを、うん、話し込んだ方がいいと思うよ、彼がどう考えてるのか。で反対に何の考えもない人だったら、うん、もしかしたら彼の
アカウント、まあ、日本式にね、日本式に全部彼女に、うん、もう I let you handle it って言って、僕には毎月こんだけのお小遣いがあればいいよってなるかもしれない、日本人みたいに、うん、だったらそれもそれだよね、うん、この彼女が全部コントロールできればね、うん、ならないかもしれないけど、結構日本のこの家計の運営の仕方、海外では悲惨、うん、あの批判の声は多いような気がしますけどね。なんか前見た時、うん、いい部分と悪い部分が、なんだこの小遣い制定っていう、なんかすごいなんか話題になってたポストを見たことがあるので、なかなかこう、うん、それをなんかお小遣い制にするからってできるか分かんないですけど、私、うん、確かにね、私の場合はもうジェイコブと結婚したけど、ジェイコブ全然貯金なかったし、スチューデントローンもあったんで、うん、まあ、この学士ローンもあったんで、うん、マイナスだったんですよ始まった時が、うん、でも学生婚だったっていうのもあったので、正直、うん、アメリカって学士ローンはみんなあるからね、まあそうですけど、うん、あのアメリカは私の肌感で周り見てると、貯金、まあ、学生婚されてる人は貯金があるとか、そういうなんか将来が見据えるっていうことができる人は少ないんじゃないかなとは思いましたね、うんうん、学生婚が多いアメリカは。だから、うん、なんかこうみんな学生のうちに結婚しちゃって、なんかそれかそれで後に自分たちでフィギュアアウトしていくみたいな、そんな人が多いんじゃないかなって思いますけどね、うん、なんか貯金あって入る、うん、日本のこのすごい大人ですよね、この結婚の仕方がちゃんと、うん、貯金があってからちゃんと結婚しようみたいな、ね、そうそうそう、がこの学校卒業して、うん、ちゃんと社会人になって何年かして結婚するっていう考え方、うん、貯金も貯めて、うんっていうのはもうすごい日本人って堅実だなと思うし、うん、自分はそれをやってこなかったんで、うん、自分も貯金ない、ジェイコブ貯金ない、うん、もう貧乏生活みたいな感じから始まった私たちにとっては、うん、多分彼女、まあ、というかその年齢で結婚したらみんなそうだよ、まあまあそうですよね、でそれが多い、間違いない、だって社会人になったばっかだもん、そうそうなんですよ、だからジェイコブ、うん、まあ、バイトしかしてなかったですし、うん、そう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 、だから、 なんかみんなそうなんじゃない、やっぱり社会人になってすぐ結婚するってことは相当なことをやってこなければあんまり貯金はないよね、うんうんうん、だから私はなんか貯金があるないが問題なんではなくて、うん、あのこれから結婚していくんだとしたらどういうふうなお金の価値観なのか、うん、そうですね、そこが多分ポイント、うん、そこがこう折り合いがつくのかどうかが結構クリティカルになってくると思うんだよね、うん、私も思いました、まあ、確かに40以上の人に出会って貯金ないとはと思うかもしれないけど、あ、まあ、そう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 、分かります分かります、20代じゃね、そう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 、だからあんまり私はジェイコブ結婚した時に何も多分彼女みたいに考えるべきだったと思いますけど、ほぼ何も考えないで結婚したというか、いや、うん、私も何も考えなかったよ、うん、私25で相手23だったしね、あ、そうですよね、だから結構、うん、まあ、うん、話し合いもなかったですね私は、うん、経済に関して、うん、ただジェイコブの金銭感覚は私に近いものがあるなとは思ったんで、うん、そこまでこう、うん、浪費家でもなかったって、うん、だからまあそこら辺は似てるかなとは思いましたけどね、うんうんうん、そうやっぱね、お金の感覚はね非常にシビアに捉えた方が、私は、ね、ヘルシー結婚には、うん、いいと思いますよね、うんうん、ただ一瞬ジェイコブがこう会社辞めたいってなった時は自分で養っていく将来を、うん、見据えました、私は私がブラッドウィナーだと思って、うんうん、なんか頭の中で私はなれるよ、なれる、なれる私も結構不安定なフリーランスをやってるので、なんかこう、うん、それが彼のと多分2回似たような状況があって、うん、彼、うん、ジェイコブがちゃんと仕事してるから私は結構安心して生活できてるっていう部分もありましたけど、うん、辞めたい辞めたいって言い始めた時はマジで本当にあの、あ、自分はこの家庭を、うん、考えるよね、うん、あの大黒柱として生きていくんだって思いましたけどね、うん、なんか多分自分は辞めないから仕事を、うん、うん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 、まあ、そんなのがありました、だから翔さんが言うみたいに、ね、確かにね、もし婚約の時点で話し合える機会があるんだったら、うーん、まあ、石橋はちゃんと叩いて渡った方が、まあ、
いい言われたらいいんだなと思います、ね、もういいや私稼げばいいんでしょ、そう、そこに切り替える、そうそこに振り落ちるか、ね、そこだよね切り替えるかそうそうそう、まあ、ま、これからずっと仕事しないわけでもないしみたいなね、うん、今仕事してるしみたいな、そうそう、だったらあなたからこんだけのコントリビューションがあればいいよ、あとは私あの自分でやるからみたいな、そう、そこまでの折り合いをつけられたら多分あれ、まあ、開き直りになるのかもしれないですけど、うん、ねえ、でもまあまあまあ、ね、不安なのは分かりますよ、難しいよね、うんうんうん、なんか私も最近なんかアンディがねこのうちの、うん、エアコンの調子がいまだにやっぱちょっといろいろおかしいから、うん、アンディってほら暑いと寝れないんですよ、うん、でこの部屋にちょっとこうポータブルで置くポータブルのなんかこのポータブルなこうちょっとしたエアコン扇風機みたいなのを、うん、まあ、200ドルぐらいかな、うん、2万7000〜6000円ぐらい、うん、で買おうかな買いたいなって言ってたんですよ、うん、で私は常に寒いぐらいだから、うん、アンディと一緒にいて夜は、うん、だからそんなの買われたらもう私お前の部屋にはいられないわと思ったの、はいはい、ただでさえ扇風機問題があるのに、そうですよね、うん、だからうーんって渋ってたらなんかうちって結構私がやっぱりファイナンシャルを握ってる、うん、まあもちろんお互いにこうアカウントは別々でコントリビュートしてるんだけど、うん、でも2人のリタイアメントとかそういうところは全部私が管理してて、はいはい、だからアンディはまあ自分の取り分だけを勝手に使ってるってだけ で、うん、でそれ以外は私がやってて、だから私がこれを買おう、この家族としてこれを買おうとか、うん、じゃあここに旅行に行こうで旅行にこんなにかかるっていうのは、うん、結構私が判断してアンディに聞いて、アンディは OK whatever whatever fine って言うんだけど、うん、そのエアコンを買おうって時に私がうーんって渋ったら、アンディがなんか不公平だよねってうん、君が欲しいとか言うどこに行きたいっていう時はなんか僕は全然うん OK で収まるのに、ね、なんか自分が買いたいっていう時はなんかこのアカウンティングデパートメントからなんかアプルーブをもらわないといけないみたいな確かに、うんだってそうじゃん、私アカウンティングデパートメントだからこの家族で、うん、みたいなそう、なんかたまにボロッと言うアンディのこの愚痴がねちょっとかわいそうかなって思う時もある、はい、そうだよね勝手に買いたいよねこれぐらいのものはみたいな、そうですよね、でも聞きたくないよね、でも反対にそういうものを買っていいって言ってくるところはなんかちょっとかわいいなとも思う、偉い偉い、うん、非常に偉いと思います反対にね50になるのにね、うん2万円ぐらいのものをさ、うん、買いたいけど買っていいかなとか言ってくるの、うん、なんかちょっとね可愛いですね、うん、すごい素敵だと思います、ジェグも時々言いますけどでも僕らお金だからなとか言いながら自分でジャスティックしてますけど分かるまあそうなんだけど、アワーマニーよみたいなね、あ、そうそうそう、思いましたよ、以上でした、お金は難しい、難しいですね、ぜひ、はい、話し合えるんだったら話し合った方が全然安心するとは、本当だね、まあ、オープンブックでね、オープンブックで、はい、こうジャッジせずにちょっと話し合おうよ、うん、オープンブックでってことで、うん、意見を交換してみたら、うん、いいかもしれない、もしかしたらすんげー投資してるかもしれない、あ、そうですよ、確かにアメリカ人もね、こう 401k ってリタイアメントにお金が、ね、うん、オートマティカリに投資してるし、ね、すいません、老後の資金に、ね、うん、すいません、なんかこう自動的に取られますからね、給料からそういう風になってるかもしれないですよね、そう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 、まあ、もしかしたら、うん、もしかしたら貯金はないけど、まあ、老後の資金を貯めているよって人もいるかもしれない、投資かもしれない、確かにその通りだ、はい、ぜひ詳しく、ね、紐解いた方がいいかもしれないですね、うん、はい、ありがとうございました、はい、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします、毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております、または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも、では皆さん今週も1週間頑張りましょう。